前回の動画で私は全ロスして真っ裸になってしまいました。どうも皆さんこんにちは、キューグです。そして、全ロスを見守っておりました、大原です。そして、真っ裸じゃなくて、すっぱ裸じゃないですか、タイタイです。ということで、はい、前回の動画の冒頭で、はい、そのね、カズさんにネザライトのね、残骸をお渡ししようっていう話になってたのにもかかわらず、はい、僕が全ロスしてしまい、僕のテンションが地に落ち、そこで撮影を止めるという緊急事態が起きてしまいました。ありがとうございました。本当に緊急事態だったね、あそこね、うん、今日こそは、はい、前回集めた、まあ俺も全没したから1個も集めてないんだけど、1個持ってないから1個持ってない、つまりタイタイと大原が集めてくれたね、古代の残骸を使って、はい、カズさんをちょっと驚かせようの続きでございます。すいませんでした、前回はテンションが地に落ちてね、もうすぐ閉めるっていう。今日は掘りますか？今日は掘りません、今日はもうやだよ、そんなもんやだよ。いや、心の声漏れてるやだよじゃないよ、ダメだ。いや俺ちょっとマジ久々メンタルいったなで、ちょっとまあ全もうちょっともう忘れて、もう全ロスしたことはもうマイナスじゃないから、ゼロに戻っただけだから、それはそれできついな。いやいや、忘れろって自分で言ったじゃん。忘れなさい。だから、まあ、もう忘れると、前回の話で言うと、確かネザーに、ちょっと古代の残骸地下室を作って、はい、ちょっとびっくりさせようって感じだったんで、一回じゃあネザー行きますか、ネザー。はい。キョンキョンさんのこの足の筋装備がちょっと悲しすぎる。すごい悲しいな。全てを語ってるよね。全てを語ってる。足が。足がね。なんか、かっこいいマントつけてんね、お二人。いや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 。いや、やめろ。皮肉やめなさい、皮肉は。つけてないよ。足がね、ギラギラしてんすよ。足だけルイ・ヴィトンなんすよ、そこ。どうしたの？もういいや、行きましょう。いやー、しんどいな、マジで。エディトラないのって結構しんどいね。しかも、キュウケさん。はい。あの、エディトラの名前、エディトラ2にしましょう、次。いや、それな。いやこの、いやでもこれ伝統となったら終わりな気がする。いやもう伝統だから、エリトラ4みたいな。でもさ、これタイタイが作ってくれた、あれこれ使っていいんすか、これ今動画回ってんの、ちゃんとネザライト交換所、はい、こちらピッ、動画内で紛失した場合のみダイヤ一つ交換できます。マジ、え、これいいんすか？いや、いいっすよ。本当にいいっすけど、はい、なんか言いたげだけど、いや、はい、そうなんですよね、全ロスじゃないですか、あなたの場合。はいはい、在庫がちょっと在庫がそんなにない。いや、それは1個でしょ、だって1つしか交換できないから。あ、なるほどね。そんな在庫いっぱいあんの？ないって。いや、1個しかないと思う。いやいやいや、ノリノリかって、ほらやめろって。あら、大原さん、ちょっと値引きしてくださいよ。いらっしゃいませじゃねえ。大原さん、値引きしてくださいよ。もう、じゃねえ、ゆいも出てかまへんかまへん。いや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 、ほら、あ、やばい。じゃあちょっと、え、いいんすか？これダイヤないから。ダイヤ1個で交換していいよ。マジで？うん。はい。やさすぎだろ。エメラルドやし、しかもタイタンに持ってくれたし。やばい、まあじゃあこれちょっと、また後でいいですか？後日。利用させてもらっていいですか？はい。はい、どうぞ、ぜひ。そうですね。じゃあこっちで、あ、もう俺ネザーやだわ。ネザーやだわ、ほんとに。え、どこにさ、作っちゃおうか、そしたら。わかりやすいとこいいよね。それこそ、なんかこのバンザイトラップの下とか。いや、それありだな。あ、いいな、下の下。それめ、うわ大変なことになってる。もう満員電車になってるよ。満員電車どこじゃん。満員電車よりひどいよ。そう、音がすごいうるさいのよ。あー、すごい。うわ、音うるせえ、ここ。ダメかな。どうする、どこに作る、この下、大丈夫、ちょっとうるさいな。この辺に、そしたら一回作っちゃう。そうだね。うん、作ってみてもいいよね。うん、あれ、ちなみに残骸みんな持ってる。あるよ。あるよ。ちなみに何個集まったの？俺は結局、でもどうせ2個しか俺集められなかったね。個数確認せずにそういえば終わったら。確かにそうそう。え、ちょっと積んでってよ。いや、お前積んで負けるもん。あ、じゃあ一回もらっちゃっていいよ。もらっちゃう、はい。OK です。はい、1! はい。はい、2! はい。はい。3! あれもこれで終わった。はい。4! はい。あれ、やばくない？ 5! はい。あれ？ 6! はい。え、マジ？はい。7おいおい、マジ8あれ、はい、え、9あ、強い、大体、え、10やばい、おい、え、11おい、12ないよ。今じゃ何個だ今？俺11個だった。11×2 の23にはない。23、24、おい、え、ボタン25、え、26、26個、やべえな。15個いただきます。いいね。
で、これをさ、壁、はい、これ壁にプレゼントです、ね、そうだね、はい、はい、じゃあちょっとここに掘っちゃう、一回掘りましょう。掘ってくる。イメージとしてなんか小部屋があるイメージ、小部屋があるイメージ、あ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 、ん？下開いてるぞ。あ、これジャジャさんのスペースだ。ジャジャさんの。あー、楽曲スペースに繋がるんだ、ここ。ね、反対側だな。反対そうだね。てか、俺、ツルハシもなんもねえわ。いやいや、悲しすぎるやろ。俺、ツルハシ、あ、だから二軍ツルハシ、出そっかな。いや、出しなさい。持ってる。ちょっと、エンダーアーティストください。大原パイセン。ここら辺は多分楽曲スペース。てかさ、そうだ。あ、楽曲だ。あ、ツルハシね。あ、ツルハシなかったわ。もう GG だわ。GG 佐藤。はい、まあ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 、ちょっと対面がいるから。何融合させたの俺と分からない。対対面って。お前のツイッターのアカウント名で。いやいやいや、いいってそれは。あれ、ツイッターアカウント名対対面？そう、俺大原が面だから適当に作ったら。対対面？対対面。なんでよ。いや、いたのよ、対対が。なるほどね。お前のファンっぽいや。じゃあちょっと行きましょうか、行きましょうか、行きましょうか。はい。この辺、この辺、この辺。さては。万歳がうるさいな、ここ。万歳が若干ね。はい。こっちや。こっちか。あ、いいね。え、めっちゃいいじゃん。ここ俺らのさ、占い所やん。はいはい、あ、待って、うわぁ、ゆるぞ、ニフキホグリンが。タイタイやっちまえ。いやいや、俺かよ。いけ、タイタイ。俺、裸だから、ほぼ全裸。待って、俺も危ねえ、俺もほぼ全裸だった。防御力のないエリトラつけた、最下。いけ、タイタイ。いいぞ、いいぞ、タイタイ。敵はお前だけだと思うな。後ろからも狙ってるぞ。待って、マジ死ぬわ。やばいやばいやばい、マジマジ死ぬ。俺ちょっとやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。やばいやばいやばい。おお、ちゃんちゃんいじめんじゃねえよお前こいつ。やべえやべえ。ああああああ、やらてめえ俺。これあれ、俺残骸。ユーゴは残骸でした。もう戻りますよ。もうもうホグリン嫌い。ホグリン許さん。しかもさ、俺さ、うん、大事な大事なシチューセット俺全部持ってかれたんだけど。あ、前回ので、前回のシチューセットあるやん、俺の。さすがに悲しみや。 あんなに大事大事に、俺裏蔵でキノコ採集してたのに、タンポポ採集してたのに。許せねえわ。許したらあかんよ。この辺にも地下室作っちゃう作戦するか、そしたら、ね、そうだな、うん、じゃあ堀氏、タイタイさんよろしくお願いします。堀氏ちょっと意味合い違くない？堀氏堀氏堀氏さんよろしく。いいツルハシ持ってますね。あーっと、もう速攻で地面が出てくる。地面っていうか、え、マグマ。いや、違う。うわあ、ここ埋め立てたっけ俺ら。通路があるな。あれ、なんでだろう。おい、いた。いや、物騒やな、ここら辺。物騒だよ。マグマあるかもしんないから気をつけよ、ほんとに。ほんとに何の通路だこれ。よいしょ。あー、なんか誰かが、あの、掘ったんじゃない。ブラマイ、ブラマイ、ブラマイで、うん、誰かブラマイする。お、落ちた落ちた落ちた。怖え。あれ、こっち階段あるわ、また。え、もうさ、ここら辺でよくね、そんな地面。そうだね、そうだね、うん、そんな遠くなくていいね。うん、確かに誰かが探索した後があった。よし、この辺作ろう、そしたら。そうだね、この辺にもう地下広げる感じで。26個しかないから、うん、大きさある程度。確かにな、なんか見た目さ、でかくしたいよね。うんうん、おーって圧倒される感じ。圧倒果たして26個で圧倒できるのかって、そういう問題か。そんなにでかい部屋じゃなきゃ圧倒できる。そう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 。今ジャッカルを殴ったやつ誰だ。え、もう俺じゃない。大体掘ってる前に出ると普通に殴るから気をつけて。大体ド M だな。なんでちゃんとそうやって怒るの。ちょっとじゃあ貼ってみて、貼ってみて。いい、そしたら。そうだね、やってみよう。これで貼ってみて。うわ、これ気持ちいいな。これネザライトをポコポコってお渡しするより、うん、残骸数のご利用しした方がなんかこう一面にある感あるわ。他の鉱石を混ぜてごまかす。逆に何を入れるんだ。え、金鉱石とかネザークォーツとか。確かにちょっと豪華感出るな。そっちの方が。じゃあちょっとやりますか。はい、この自然生成感がいいよね。自然生成感を出す。自然生成大事だな。じゃあちょっと、あ、待って、タイタイにこれレジェンドツラシ借りてるわ。危ない危ない。タイタイどうぞ、タイタイどうぞ。ありがとうございます。危ない危ない。いや、これ、いや、これ、こんな部屋あったらいいな。そりゃいいだろ、これ。これ欲しいな、これ。欲しいね。じゃ、究極さん、今、特にね、欲しいよ。特に欲しいよ。うん。夜な夜な俺一人でこう、もらいに来ちゃうかもしれない。墓嵐。そら、爆発する人の措置つくんでしょ。やばすぎる。恨みがすごい。うわぁ、いいね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 。できました。これはやばいね。いかつ。
いやこんな部屋あったらマジで欲しいでしょこれ。うひょー。だから逆にこれ出てきたらさ、普通に掘っててこれ出てきたらやばくね。やばい。おー、取るな取るな取るな。だめか。取ろうとするな取ろうとするな。これだからもうワンチャンドッキリで全部ネザーラックで埋めてさ、そしたら面白くね。普通になんか20個出たみたいな。いやこれただの仕込みになっちゃう。これ欲しいねこれね。それいいね。サプライズ。サプライズ。でこれをカズさんに結構入り組んだ地形に置いちゃってるじゃん俺ら。そうだね。どこにするかだよな。看板、看板でちゃんとお知らせしないと。はいはい。分かりやすい場所がいいもんね。この辺とか、うん、そうだね。ここの座標を教えるとか、ね、そうだね。下見えるしね。確かに。じゃあ XYZ 俺座標出しとくわ。あ、そう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 。じゃあここに看板でちょっと看板、あれ看板持ってるモサいね、モサ俺のとこにね。あれ、あれでも俺作っちゃうわ。じゃああ、ほんとある。うん、じゃあでしょ。いや俺も成長したわ。自分で言うな。成長したわ。ああ、じゃあちょっとここに看板立てますね。はい、はい、もうキヨキヨ選手ね、キヨキヨ選手ぐらいになるともうやっぱ英語とローマ字の混合しちゃいました。この先ネザーライト。いやいや腹立つな。この先ネザーライトあります。しかも右だけど大丈夫。え、右のライトだけど大丈夫。やべ、ほんとだ。いや、わかんないけど。うわ、頭いい感じ出してくるやん。いや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 、そっかそっか、ネザーライト。まあまあ、これでいい、これでいいでしょ。まあまあ、そっか。逆にいい、味出してる。逆にね、味がね。じゃあ、ここの座標を、はい、まあ、カズさんのね、ところに、うん、お伝えするっていう感じにしましょうか。はいはいはい。やばい、ただ、皆さん、誰も気づいてないんだけど、はい、この時間、もう、もうこれで終わっちゃうのっていう視聴者さん、今、びっくりしてます。あまりにも薄い。あまりにも薄い。じゃあ薄い回はとことん薄くした方がいいの。そうだね。そう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 。だって塩ラーメン作るラーメン屋さんが、うんうん、いきなり味噌ラーメン出したら怒られるわけですよ。いや、それ遠回しに塩ラーメン薄いでディスってるよ。いや、薄くはないけど、ね、パンチはね、どっちかっていうとね、まあまあまあ味噌だったり豚骨のがありますから。もうやめた方がいいと思うんですよ。ラーメンのくだりは。俺ラーメン好きなんでね、うん、じゃあちょっとカズさんのところにちょっとハローをちょっとそしたら。雨だ。雨です。え、これ雷でツリーハウス燃えたらやばくね。あのね、すごく綺麗になりそう。雨って寝れるんだっけ。雷雨だった。あ、雷雨じゃないと寝れないんだ。じゃあちょっとここにね、ポチンとありますか。そしたらはい、こちらネザー座標18-50-42気持ちプレゼントありけりです。バイ、キエヨキオハラタイタイと、はい、いうことで。いいね。これでもうカズさんは掲示板を見てなんだなんだって言いながら、うん、ネザーに行き、惚れるということでございます。よかったよかったよかった。また平和になりました一つ。そうだね。また平和になりました。一番ネザーライト欲しい人がこれを仕掛けるんですよね。いや、そうですよ。やばいよね。平和のために一人犠牲が出ました。確かに。本当だよね。これ以上の犠牲だからね。やっぱり元取れてないから。いや、これやっぱり、うん、漁師さんと一緒だよ。やっぱり本当に俺ら魚はねいつも食べてるけど、はい、漁師さんの苦労のもと成り立ってますから、お魚いただけるってことはね。まあ確かに、うん、確かに。なんかちょっと違うんだよ。なんかちょっと違うんだよ。俺たとえ下手なんだよ俺。いや、これは特に下手だった。特に下手。たまにめっちゃうまいって感じだけど。あ、本当に。例えてもなかったよ。バン。ただのいい話だったね。でちょっと事例を持ち出された。これだけで終わっちゃうの寂しいっていう声がやっぱありますんで。はい、何しようか。いや、もうあれしかないでしょ。何タルトちゃん、いろんな占いやろ。もうダメだって、ダメだって。薄くなっちゃう、薄くなっちゃう。いやいやいや、もうまあどこでも薄くよ。占いイコール薄いみたいになっちゃうから。そうかそうか。じゃあ、うん、邪魔った時間で、はい、こちら、はい、今は誰もいないんだけど、うん、ここはですね、湧き潰しが一切されてません、この土地。いや、ここいつもクリーパーが出てくる。そうそう、動画外で本当にクリーパーがマジで ロース君の前にいたり。ロース君、ね、スイッチの上に、はい、なんか雲が4体ぐらいいたりするから。そうだね。じゃ、ここ湧き潰ししようか。そしたらしようしようしよう。うん、ほんとよくないよ、ね、大事大事大事。死人が出ますから。湧き潰しもあれだけどね、さっさと俺道を引いてほしいよ。確かに、ちょっと道引こう。今日道引かん。もう逆にサクッとサクッと引ける。サクッとなんかさ、道引く回で動画一本にするのもなんかちょっとなんか薄くなりきりな感じするじゃん。なんかわかんない。同じぐらい薄いよ、もう。湧き潰しよりか濃いよ。確かにね、確かにね。じゃあ湧き通しはでもマストだから、うん、絶対死なきゃいけないでしょ。うん、湧き通しちょっとタイムツ俺めっちゃ持ってたわ、死んだくせに。タイムツ全く作るっていう。これなんかさ、なんか綺麗にした方がいいとかあんの。なんだろう。でもあれか、結構やるとしたらめっちゃ大変だから一旦。あー、燃やしてる燃やしてる燃やしてる。バカッターがいます、バカッターが。おい、ダメダメダメ。バカッターがいます。
ダメだよ。呪われてるか、うん、あのこのロースくん呪われてるね、完全に。ロースくん。呪いのロースくん。あ、いいね、いいね、いいね。ここね、中もね、湧き潰ししないとダメなんだよ、絶対。そうだね。こんな、そんな松明めちゃくちゃつける。いやいや、大原やん、これやった。俺やったの大原やん。ちょっと、任天堂スイッチのちょっとこの辺にね、この辺にもう申し訳程度に置いとくだけでいいんですよ、一旦は。一旦はね。一旦だって、クリーパーでスイッチ爆発されたら、終わりっすか？俺悲しむよ、普通に。うん、みんな悲しむよ。任天堂サポートに出せんじゃん。任天堂って言うの。N さんね。N さん。N さん。任天堂。任天堂ね。ふん、いや、ふん天堂ね。でもいや、どっちも。あー、小鳥さんが。これスイッチの上どうやって湧き潰ししよう。スイッチの上。ガラスは湧かないですよ。あ、そっか。なんかもっとちゃんとさ、あの、エンドロッドとか、なんか、シルブライトとか、なんかそういう、それ大事いろんな照明とか使わんの。使おうよ。ないよ。あ、ないの。取り行かなきゃ。作んなきゃ。エンドロッド。はい。ブレードロッドとか。なるほどね。じゃあ、一旦応急処置、応急処置やっとくか。応急処置湧き潰し。だってやっぱこれだとこれはこれ汚いじゃん、普通に。汚い汚い。そうだから、でもクリーパーがいてマジで破壊、俺マジで普通に動画界で2回ぐらい俺ここら、あ、ゾンビいる、破壊しそうになったからね俺。え、タイタムだよね。いやね、俺なんなら俺破壊したからえ、マジ俺倉庫破壊したから。あ、それな、倉庫に来て動画界でね。そう、多分ね、木の上のどっかで湧いてんだよな。あ、ツリーハウス。ああ、いや、それは、ね、え、でも最近見ないけどね。ね、なんか前ゾンビ降ってきたけど最近ゾンビ降ってきてないの。前この島からゾンビ5体ぐらいなんか木の上登ってったよ。え、登ってったの。登ってて入ってったよ、階段とか。マジスリラーやん。スリラー。わあ、ゾンビめっちゃいると思って、うん、この島から生まれたやつやね。ああ、そう、ここの島めっちゃ生まれんのよ、ゾンビが。ゾンビクリーパーとクモ。よくねえな、うん、まあまあ応急処置は来てるし、こっちの下も下大丈夫だね、下ね。下怖い、ちょっと若干怖いな。下怖い、ここ下からクリーパー湧いてくるからさ。はい、この島も繋げなきゃね。うん、ね、橋とかね。橋かけたいね。なんか最近建築とかしてない気がする。確かに確かに。どの時ちょっと前にスイッチ作ってた。でもスイッチもなんかさ、それこそ前も言ったけど道がないじゃん。うん、道なき道だから、ね。クリエイティブ感ね。そう、クリエイティブ感あるから。片付けられない子供が置いてたスイッチ。それだ。だいぶ迷惑だけど。なんでロース君ともやっぱり繋げたいし。橋も、じゃあ北久保大橋作るか。大橋でいいの？北久保大橋。そんなでかいの？いや、名称だけ立派なだけ。名称だけね。ある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 。ちっちゃくても多分大橋って名前ついてる。え、外になんかゾンビいるわ、外にゾンビいるわ。ちょっと縛いてくるわ、俺が。大丈夫か？俺が、斧、清原の斧。なくしたら怖い。どんだけビビってんだよ。あ、それゴール。出た！キヨキヨ YouTube はホグリンに殺害さ、あ、前回か。うわー、上野や、これピグリン。何回殺害されてんの？究極殺害されまくり会だったね。ね、本当にひどい話だよ。調整。調整じゃねえよ。調整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 の調整。いや。おっきっきです。おっきっきのき。いや。ちょっとそらちゃん。さん。そらちゃん。今日違うよね。一回殴ってくれ俺を。俺一回殴ってくれ。ショス。ありがとう。ありがとう。ありがとうか、うん、これでもう巻き潰しは大体終わったかな。そうだね。うん、でもじゃああれだね、動画のね、薄さ回避ということで。つい言うなってやっぱね、動画ね、こうマイクラあるあるで、うん、濃い時と薄い時の差が激しすぎる。激しいんだよ。聖地の濃さよ。1日15万発聖地した日もあれば、なんか大麻と行くだけで終わるっていう。やばいでしょ。完全に反動が来てるよね。ね、反動来ちゃってるから。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね、帰宅ボトルを毎日投稿中でございますんで、ぜひと真ん中のボタンからチャンネル登録お待ちします。カズさんがどんな反応してくれるのか楽しみ、ね、楽しみだね。そして、周りのおすすめ動画がございますんで、まだ見てない動画がいいから、ぜひともチェックしてみてください。そして、大原麺と大体麺の動画。もう大体麺やめねえ。一回で終わりだからそれ。ごめん、一回で終わりね。ごめんごめん。チャンネル説明欄にありますんで、はい、ぜひともね、3人のチャンネル登録していただいて、3人の帰宅太りを応援してくれたら嬉しいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。